はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、昨日僕動画で岡本選手がレフト行くんじゃないかっていうか、阿部監督がね、レフト起用の示唆をね、したんで、ちょっとそれについての動画出したんですけど、いろいろね、皆さんからお声というかコメントがあったんで、ちょっとね、面白いコメントというか、たくさんね、岡本選手に対する皆さんの考え方であったりとか、ココモンテスへの期待であったりとか、その坂本さんが、どれぐらいやってくれんのみたいないろんなコメントがあったんで、今日はちょっと、コメントをね、6個ぐらい、ピックアップして、その質問というか、コメントに対して僕もそれに意見をしていくっていうことを、ちょっと今日ね、やらさせてください。はい。でですね、早速いきますか。ね。はい。まず一つ目ですね。序盤から中盤までは超攻撃的に、レフト、岡本、ココちゃん、ショート、坂本、サード、ありかも。坂本が復活して、ココちゃんがそこそこ実績出すならだけど、リードしてから守備固めの選手を起用するというコメントがありました。やはり、どうなるかわからないっていうのが、まず一つあると思いますと。で、僕もね、ココモンテス選手が、おそらく、バッティングに関してはいいんじゃないかっていうところを言ってますけども、実際ね、来てみて、ピッチャーとね、対峙をして、対応して、その対応を見て、また僕もね、言いたいと思うんですけども、やっぱり、外国人選手が日本に来て、活躍できる選手もいれば、できない選手もいるんで、そういったところで、僕はね、活躍できるだろうというふうに踏んでますけども、実際ね、やってみないとわからないところがあるので、この方のね、言う通りかなっていうふうに思います。またその、リードしてから守備固めの選手を起用するというところですけども、これ非常に、現実的な、意見じゃないかなっていうふうに思ってて、やはり、守備がね、ちょっと劣ったりとか、劣るというか、ちょっと、弱くなるところがあるんでね、やっぱりリードしてから、守備を固めて、しっかり、僅差をものにしていくっていうね、野球ができたら、非常にね、序盤で点を取って、終盤をね、しっかりこう締めてね、試合を終えるっていうことができると思うので、ココモンテス選手が来てからだと思いますけども、そういった采配っていうのは、これが増えていきそうなね、感じはしてるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあね、二つ目いきますね。だいぶここまで若手にチャンスを与えたにもかかわらず、結果が出なかったので、モンテス獲得に動いたわけですよね。2017年も似たような感じで、マギーを二塁に回して、そこまで試合に出てなかった、村田を三塁で、出せたりとか、があったので、その当時は相手からしたらめっちゃ嫌だったと思います。私は大賛成っていうところで。やはり岡本選手がね、レフトに行ったりとか、サードに行ったり、ファーストに行ったりとか、いろんなね、動き方をしていますと、動き方をする可能性があると。で、前も動画で言ったかもしれないけども、普通、こんだけ動けないんですよ。いろんなポジションをね、できるっていう、高い水準でできるっていうのは、めちゃくちゃその類まれなね、才能も必要だし、練習もね、もちろん必要だというところで、普通だったらね、できても一つ二つぐらいなんですよ。なんだけど、カズマに関しては、サードとファーストと、レフト、外野手っていうところも、できるというところで、相手からしたらそれは嫌ですよね。どう考えてもその、ポジションがね、被ってしまうと、どちらか一方の選手が出れないっていう風なね、ところって、当然だと思うんですけども、そこをね、どちらも出したいから、お前、例えばね、どっか違うポジションやってくれないかって普通はね、監督はね、言ったりするんですけども、結構できないんですよね、結局。結局やってみるんですけど、普通の選手ってできないんですよ。だけども、岡本選手は、そうやってね、外野もできると、内野もできるというところで、ホームランバッターではありながらね、非常にその、なんて言うんだろう、器用な選手というかね、非常に、4番だからもっとどっしりしてほしいっていうふうなところはあるかもしれないけど、岡本選手は、結構そういう WBC の時もそうだったけども、チームのためにっていうところで、動いてくれる非常に、気持ちもね、いい選手。
なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、じゃあ次行きます。岡本もいろいろ守備変わって大変やなって。まあこれ率直にね、コメントをしてらっしゃると思うんですけども、本当にね、そうだと思います。僕は、僕の経験から言うと、僕はジャイアンツで、まあキャッチャーしかやってないわけですけども、まあ2軍でね、2軍かな、ファームで、まあファースト守ったりとか、サードもね、1回行ったかなっていうところありましたけども、やっぱりめちゃくちゃ緊張するんですよね。キャッチャーで出るのももちろん緊張するんですけども、やっぱ違う緊張感というかね、飛んできても大丈夫かなとか、連携とかサインプレー大丈夫かなとか、やっぱりそういった、不安とかっていうのは少なからず絶対あるんですよね。やっぱり慣れてるポジションだと、まあ多少はあるんですけども、まあ慣れがあるんでね、いけるんですけども、初めてのポジションとかあんまり守ったことないポジションを守るっていうのは、まあバッティングを期待されている選手からするとですね、非常に難しいというか、守備に、神経を取られてしまうっていうのがあるので、結構ね、頭が回らなかったりとか、まあバッティングに回らなかったりとかいうところもあるんですけども、まあ岡本選手は、まあ多少ね、本人の中ではあるかもしれないですけども、それを感じさせないところっていうところが非常に、まあ一流、まあ一流を超えて超一流の域にね、僕はいるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、次4つ目いきます。はい、これですね、岡本レフト、モンテスサード、大城ファーストは固定でしょうね。終盤守備固めで大城外して岡本ファースト入ることはあるけど、坂本はモンテス不調時のサードと2試合に1試合くらいの割合でショート、それ以外は代打の切り札、モンテスショートはないと思う。動画見たところ門脇、坂本、伊豆口より劣るというところですけども、まあ非常に鋭い意見なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ僕の意見を言うとですね、まあその、おっしゃる通りなんですが、僕は坂本選手はやっぱりね、なんやかんや言って多分サードで僕使うんじゃないかなって思うんですよね。まあその状態によってもね、もちろんそうだと思うんですけども、やはり、なんて言うんだろう、なんやかんや言って坂本さんのチームっていうところはね、僕はジャイアンツあるのかなっていうふうに思ってて、まあ状態でもよりますけども、うん、モンテス選手は、まあサード、まあ固定、まあ固定、まあ三遊間って言ってるんでね、固定では僕はまだないと思うんですけども、まあその見た感じの動画で言うと、まあ、ショートよりサードの方がおそらくいいだろうなっていうところはあるので、まあ、連携などと、などのね、ところも含めて、そっちの方がいいのかなっていうふうに思うので、まあ、この方の言ってる意見っていうのは鋭いと思いますし、まあ、ただ僕がちょっと違うかなっていうふうに思ったのは、坂本さんはもうちょいね、まだまだ出れる、都市というか、出れると思うし、まあ、その、モンテスが入ったことによって、多少その、坂本さんのね、坂本さんとモンテスの、まあ、争いとかいうところもあると思いますけども、結局、ね、売ってる選手というかね、そういった強い選手を、まあ、使っていきたいっていうのはね、絶対あるんで、まあ、坂本さんが帰ってくるときっていうのは、僕はね、絶対状態上げて帰ってくるというふうに信じてますんで、うん、まあ、そうですね。そういうふうに思いますと。じゃあ次5つ目いきます。モンテスが打てないなら、モンテスが打つなら岡本レフト。サード坂本がもう隙がない、打線でいいなと。坂本が上がらないならサードモンテス、ショートは伊豆口、門脇でいいんじゃないかと。とりあえず投手力は素晴らしいので安定した打撃力底上げすれば一気に巨人が抜きに、出そうな予感しかないですというところで、まあ、この方も言ってますけども、結局、モンテスがどれぐらいやれるかっていうところ、どれぐらい打つかっていうところ、まあ、守備のね、問題もあると思うんですけども、どっちかっていうと、守備はね、まあ、エラーとかもありますけども、やっぱりそんなね、大差僕はあんま感じないと思うんですよね。うん。だから、どんだけ打つか、結局どんだけ打つかだと思うんですよね。そういったところで、まあ、モンテスは僕打つと思いますけども、うん。まあまあ、来てからですけどね、ですかね、やっぱりね、わからないけども、うん。で、この方ね、投手力は素晴らしいので、安定した打撃力、底上げすれば、一気に抜き出そうというところですけども、まあ投手力もね、非常にこう、まあいいんですが、やはり、ここから6連戦が増えてくるというところで、ピッチャーね、特に先発というところが、しっかり揃ってるチームっていうのが、まあ、上に行っていく可能性が高いんじゃないかなというふうに思ってて、そういった意味で、
ジャイアンツの先発の駒っていうのはある程度やっぱり揃ってる、5枚ぐらいはねやっぱりこう強いの、あ、いいピッチャーがね揃ってるかなっていうふうに思うので、あとまあ赤星投手とかおそらくメンデス投手、メンデスもまあ2軍での成績だけ見るとあんまりだけども、まあそういったところでまあ非常にまあ駒はねいるので、まあそのピッチャーたちが活躍してくれるかはわからないけども、駒は去年と違っているので、そういったところでまあリリーフも盤石というかある程度やっぱりしっかりしてますし、あとはね、この方もおっしゃってるように、まあ、打てさえすればね、ある程度ゲームは取っていけるんじゃないかなっていうふうに僕も思ってます。はい、じゃあ最後ですけども、こちら、はい、面白いですね。坂本勇人の逆襲に期待したいというところで、まあ僕前も言ったかもしれないけど、まあ坂本勇人っていうのはスターなんですよね。スーパースター。うん。で、普通の選手とやっぱ違うというところ。まあ皆さんも感じていらっしゃると思いますけども、僕は絶対違うと思ってて、まあ皆さんも思ってらっしゃる方多いと思いますけども、例えば怪我した後とか、まあスタメンを外れた後の試合とかっていうところは必ず打ってる。うん。まあ例えばスキャンダルがあった時と、次の日、あの試合とかね。うん。例えばですけどもね。そういったところって僕ほとんど打ってるとイメージがあるんですよね。2安打3安打してるようなイメージがある。で、やっぱり、まあその節目節目じゃないけども、やっぱりここぞっていう時に、まあピッチャーもそうですけども、勝てる選手であったりとか、例えば野手で言ったら打てる選手、活躍できる選手っていうのは、やっぱりね、なんて言うんだろう。いい選手だなっていうふうに思うし、まあ坂本さんクラスに行ったらもうスターですよね。うん、やっぱりこう、メンタルから、準備から、やっぱり自分のコンディションから、すべてね、把握して、調整して、微調整もね、試合の中でしながらっていうところができてるんで、やっぱそういったことできると思うんですよね。普通の波の選手だったら、やっぱりこう、節目の試合だって、ここを絶対取らなあかんっていうふうに分かってても、やっぱり空回りしたりとか、状態が上がってこなかったりとか、そんなんは普通にあるんですけども、この特に坂本勇人っていう選手に関しては、本当にね、ここやらな、坂本さんちょっとやばいよっていう風に思う時って大体活躍してるんですよ。だから僕は、皆さんどう思うかわかんないけども、今回もね、まあ2軍に今行って、まあ12日かな、DeNA 戦から帰ってくるというお話ですけども、必ず僕はやってくれると思ってる。うん。必ず。もう、なんて言うんだろう。ちょっとしたそのアニメのヒーローみたいな感じで、絶対彼は帰ってくるみたいな、絶対やってくれるみたいな感じで、本当に僕は思ってるので、まあいろいろね、思いを巡らすというか、ココモンテスが良かったらとか、もし何々だったらっていう考えるのは非常にね、大切なことだと僕は思いますけども、僕は坂本勇人選手はね、帰ってきたら必ずやる選手だというふうに思ってますんで、この方と一緒にね、僕も逆襲に期待したいなというふうに思っております。はい、そんな感じでですね、今日はですね、岡本レフトどうなのっていうところを動画出した時に、まあ皆さんがたくさんのコメントをいただいたんで、そのコメントに対してちょっとね、僕のコメント返しをしていきました。まあ、ね、皆さんね、やっぱりいろんな意見いただけますしね。いろんな意見、いろんな角度からの意見ありますけども、やはりジャイアンツがやっぱり好きというところはね、皆さん同じだと思いますし、好きだからこそ、買ってほしいからこそ、こんだけね、議論が盛り上がったりとか、コメントをたくさんいただいたりとかっていうの風にね、できると思うので、小山翔平ベースボールチャンネルがですね、このジャイアンツファンであったりとか、ジャイアンツの野球であったりとか、もっと広く言えばプロ野球、野球というスポーツをね、もっと分かりやすく分かってもらえるとか、面白いなというふうに思ってもらえるように、面白いコンテンツ、分かりやすいコンテンツをこれからも どしどしね、出していきたいというふうに思ってますんで、これからもね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。